チワス、ヤジです。5月22日に号機が出てから数日、ランクマ潜りまくって MR1900 行けました。現在のレジェンドラインが MR1930 なので、まあそこそこ上位層ではないでしょうか。号機くん強い。アクト4は竜と号機のダブルレジェンド達成を目標にランクマ配信頑張っていこうと思ってます。さて、そんな号機くんを短期間に集中的に使って見つけた、まだ使ってる人が少ないセットプレイを紹介したいと思います。前回のコンボ動画と同じく最適解ではない可能性はありますが、現時点ではかなり強いセットプレイだと思ってます。ぜひ試してみてください。それでは早速行ってみましょう。先に結論です。パニカン中攻撃または強攻撃を当てることができたら、強混合で締めて100機先鋭。今現在はコンボの締めを弱竜巻ダイヤシで締める豪輝くんが多いはず。安全飛びに行けるフレーム、前捨て2回でもラインを押して密着プライオン、立ち状態ならどんな技からも弱竜巻がつながる汎用性の高さなど、どんなルートでもね、置き攻めに行けるのが本当に強いです。迷ったらこれですが、最近取り入れてるのが先ほどの強混合締めからの100機置き攻め。強い点はいくつもあるんですけど、一文で強さを表すと、ラインを激押ししつつ密着プラに、シミーもできる投げ回り、はい強い。順番に解説します。まずは何かしらで強混合を当てられる場面になったら狙います。飛びや中足キャンセルラッシュ、差し返し中足やしゃがみ中パンチからが主な指導ポイントです。強攻撃を当てたら強混合、相手が吹っ飛ぶので最速で強100機、100機中に死体裂破にすると豪輝くんがスタッと着地します。そうすると密着プラス2フレ状況かつ最速投げ暴れもシミできる前に行きます。崩し方としては、まずはシンプルに投げ、2つ目はシミ、シンプルな打撃重ね、そして100機 P、そして100機すらから再度密着有利。おいおいおい、まあ、とにかく崩し手段が豊富。弱竜巻ダイヤ縮めの弱点として、近い距離のダイヤ縮めだと投げ暴れにシミーができないという点があります。投げ抜けを読んだら遅らせ打撃やバク捨てで崩す必要がありますが、まあ、どちらも暴れやパナシに負けちゃうため、後ろ歩きシミーと比較するとリスク高め。それがこのセットプレイなら後ろ歩きシミー可能、強い。ダイヤシ一辺倒ではなくて混合締めを入れることで相手も翻弄しやすくなります。100機からはしっかりと下を入れないとスライディングしだすため、シミーは若干操作が難しいんですが、着地間際までしゃがみガード、着地後に少しだけ後ろ歩きするイメージで綺麗に後ろ下がりができます。一応明確な弱点もあります。それはその場受け身に弱いという点。相手がその場受け身をした場合に位置が入れ替わっちゃいます。このセットプレイをその場受け身されて大ピンチというのも少なくありません。幸いまだ浸透してないので後ろ受け身されることがほとんどなんですけど、ダイヤ縮めと比較したら明らかに弱い点だと思います。注意。ちなみに端が近い時は入れ替わりませんが、そもそも端に近い時は絶対に OD 混合です。混合セットプレイは自分が端を背負っている時、または中央寄りのコンボだと思ってください。まだまだ出たばかりで研究が進んでいないのにこの強さ、恐ろしい子。他にも大足締めから持続中断セットプレイとか、まあ、画面端弱波動強竜巻後の中継フレーム消費とかとか、まあ、紹介したいものはたくさんあるんですけど、取り急ぎ混合セットプレイの紹介でした。ある程度研究が落ち着いたら豪輝くん取説動画も作る予定なので、参考になったら高評価チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、良き格ゲーライフを。バイバーイ。